風雲急を告げております。蔵前国技館、これからいよいよジャイアント馬場大木金太郎の時間無制限一本勝負が行われようとしております。十数年前、同じ力道山門下に入門いたしました2人がいよいよ因縁の対決として今日の一戦を迎えるわけであります。まあ、この一戦にはいろいろな意味が含まれてますね。そうですね、まあ、厳密な意味で言いますと16年間にわたるですね、はい、馬場選手と大木選手のライバル意識といいましょうか、これがもうこの一瞬にですね激しくぶつかり合おうという対決だと思いますね。韓国の虎キムイル、大木金太郎がこれからリング上に登場いたします。ところでこの両選手の予想ですけれども、ファンの皆さんに聞いてもらいました。松永アナウンサーから報告してもらいました。はい、清水さん、ズバリ7対3で馬場有利の声が多いようです。なんといってもジャイアント馬場は日本、いや世界を代表するレスラーだからぜひ勝ってほしい。しかしどのお客様もブッチャー戦で痛めたあの額の傷を心配しています。また大木選手有利と見ている人はゴンジと同時に地突きを傷口へ連発すれば必ず勝てると見ています。そういった状況です。両選手控え室での表情どうだったでしょう。倉持アナウンサーです。はい、今登場した大木金太郎選手ですけどね、大木金太郎選手の控え室は外人選手のドレッシングルームを取ってあったんですけども、私ずっと待ってたんですけどね、とうとう現れませんでした。でこの広い館内を一周したんですが、とうとう控え室がどこなのか見当がつきません。今仕方ですね、ちょっとこの大木金太郎選手の仲のいいデイリースポーツの石川記者に会ったんですが、その石川記者は談話を取ることができたそうですけれども、やはりものすごく緊張していたようですね。青白い顔で昨夜は全然眠れなかったそうです。一方のジャイアント馬場選手ですけども、余裕しゃくしゃくで、訪れてくる関係各位の皆さんと握手を交わしたりしましてね、非常に和やかなリラックスしたムードでした。リング上、国際プロレスの吉原社長が木村選手と井上選手を伴いまして、今ファンの皆さんにご挨拶ということでございます。さあ、いよいよ宿命の対決ですが、先ほどファンの皆さんの予想にもありましたが、ブッチャー戦での馬場選手の負傷ですね、それから一方では大木金太郎選手の続きの速攻作戦、このあたりが、ファンの期待ともなっているようですね。そうですね、今あれですね、何かオープン選手権への参加を表明したところですね。そうですね、まあ、これはジャイアント馬場選手が一世一代のといいますかね、大企画として発表した、オープン戦なんですが、国際プロレスの各選手も参加ということ、今披露されたところであります。時間無制限一本勝負、ネットニュースファンズ大木金太郎、韓国の雄、韓国の猛虎、キムイル大木金太郎、今度は3月20本のジャイアント日本が生んだ世界の巨人、全日本プロレスの総帥ジャイアント馬場であります。レフリーは城樋口、時間無制限一本勝負。まあこの勝負ね、オーソドックスな考え方をすると、やはりね、大物との対戦キャリアの多い馬場選手、そして体も大きい馬場選手が有利であるという見方はできるんですが、何を言ってもブッチャー戦での怪我ですね、これがまだやや後遺症となって残っているということが一つこの予想を覆すポイントになってきますね。私はよくて五分五分、ちょっと馬場選手に不利じゃないかという見方をしてますね。そうですか、言動もそして行動も慎重なジャイアント馬場選手が初めて受ける挑戦であります。原爆続き、強烈なヘッドバットを持っておりますキムイル大木金太郎。ちょっと速攻に大木選手が出るんじゃないかと思ったけども、慎重に見てますね。引っ掛けませんね、まず頭を振るいましたキムイル大木金太郎。
力がこもります。両者の対決、リング中央、最終投での猛烈なトレーニング、これを積みました大木金太郎。やはり身長差がありますからね、頭突きはねよほど慎重にやらないとちょっと届かないでしょうね。はい、額の傷を気遣うようなジェスチャーを見せましたジャイアント馬場。蔵前国技館超満員の観客席騒然としてまいりました。力道山門下のサンバガラス、そして最も兄弟子格にあたります入門が1年早い大木金太郎。ちょっと組むチャンスがなくて大木選手に焦りの色が見えますね。それだけ両者とも慎重ということでしょう。そうですね、新日本プロレスの闘将アントニオ猪木とも対戦しておりますこの大木。1勝1敗1分けという戦績が残ってますね。そうですね、大木選手とアントニオ猪木のシングルマッチ、ビッグマッチでは3回やってますよね、はい、1勝1敗1引き分け、全く五分の星ですね、はい、まあ、そういったこともありますので馬場選手にとっては今日の戦い、これもこの星のいかんではですねレスリング生命を左右するんじゃないかというぐらい大切な一戦になってきますね。そうですね、頭から突っかけます。あくまで手法の続きを繰り出します。大木金太郎懐の深さ、これを警戒するキムイル大木金太郎。とにかく、まあ、このサンバガラスの中では一番燃えやすい性格の大木金太郎選手ですかね。そうですね、まあ、今度の挑戦にしても非常にですね、最初から私らびっくりさせられたんですが本当強引なまでに持ってきましたね。かけましたコーナーマットを背負ったジャイアント馬場、ストマックのあたりに頭突きを浴びせました。対決のムードが刻々と高まってまいります。ボディが真っ赤になりました。そうですね、ジャイアント馬場やはりねあれをまともに食っちゃね、馬場選手不利ですからね、はい、とにかくさっきから長いリーチを利用してですね、頭突きを食わないように食わないように非常にうまいディフェンスを見せてますね、はい、1m85 122kg 大木金太郎、2m9cm145kg ジャイアント馬場。ロープです、ロープの隣にはまたもボディに頭突きを浴びせました。核弾頭の炸裂を思わせるキムイル大木金太郎の原爆続き、ストマックに2発炸裂でやります。本当に胃のあたりが真っ赤になりましたね。そうですね、ジャイアント馬場選手のコーナーを気にします大木金太郎。ジャンボ鶴木が、マシオ熊が、大熊が、小鹿が詰めかけております。またもロープに詰まりました。ジャイアント馬場もう一度ボディに頭突きを狙いました。豪豪たる歓声、蔵前国技館。ちょっと馬場選手ですね、レフリーのブレイクを待ちすぎますね、はい、ちょっともう少し慎重にやらないと完全にペースにはまってますね。チャンスをつかみました大木金太郎の頭突き、ボディにさらに額に強烈な頭突き攻撃、原爆頭突き炸裂、ジャイアント馬場場外転落、ジャイアント馬場場外へ転落しました。エプロンに上がった、
またももう一度傷ついた額に強烈な頭突き。傷のところですね、もう大木選手の頭にね返り気がありました ね割れましたね、早くも、はい、額が大きく割れました。ジャイアント馬場、もう一度エプロン。清水さん、はい、馬場選手の左の額切れました。切れました、大きく割れています。まだな、縫ってですね、糸を抜いたばかりぐらいじゃないですか。そうですか、非常にね切りやすい状態ですから、あのね頭突きをまともに浴びちゃうね、大変に危険ですね。文字通り大木金太郎の原爆頭突きが先制攻撃となっております。今日の時間無制限一本勝負、キックを飛ばしたジャイアント馬場、続き一発、またも続き、変わらずな続き、キム・イル、大木金太郎、続きの猛攻でやります。体当たりロープの反動から、ネックブリーカードロップ、覆いかぶさる馬場、カウントがカウント3、ジャイアント馬場の手が上がりました。すれ違い球のね、ネックブリーカードロップですね、はい、鮮やかに決まりました、ネックブリーカードロップ。原爆続きで強烈に攻め立てました大木金太郎、しかしネックブリーカードロップによりましてカウント3、ジャイアント馬場の手が上がりました。やっぱりね大木選手ね、あの勝ちをちょっと浅切りすぎましたね、はい、非常にねいい攻撃でね、あ、ブッチャーが、ブッチャーが出ました。ブッチャーが なぜか大木にかかっております。あ、おそらくね、これあのブッチャーはですね、馬場への挑戦を大木に奪われたということで、そうです、文句をつけに来たんですよね、はい、全日本プロレスの全選手がリング上に上がったような感じです。思わぬ侵入者、アブドルド・ブッチャー、しかし正確なフォール、6分29秒ですか、はい、すごく速いタイムですね、短期決戦でしたね、私はね予想としてはあの短期決戦ならば大木選手と思ってたんですがね、はい、意外な結果になりましたね。しかしジャイアント馬場選手の額も大きく割れ、一方の挑戦者大木金太郎選手の額も返り血を浴びて真っ赤でやります。馬場選手の手が今高々と差し上げられました。勝利者賞の盾が贈られております。しかし大木選手ね、これはあの非常に残念だと思いますね、はい、あの全くの実力運動という以前にですね、本当にね馬場選手がラッキーなチャンスを生かしましたね。そうですね、あの大木選手が突っ込んでくる、その本当に間髪を入れずですね、もうネックブリーカードロップに行ったと、まあ非常にタイミング的にうまくいったということですね。そうですね、8部から9部まで攻め込んでましたね、もう大木選手のペースでしたね、あそこの場面ではもう首通り大木選手の勝ちだったんですね、必死に繰り出したネックブリーカードロップ、ジャイアント馬場、大木金太郎選手を捉えましてカウント3、6分49秒、ジャイアント馬場選手の勝利が告げられました。アピールしてますね。そうですね、大木選手にも盛大な拍手が送られました。まあ、大木選手ね、自分の力をですね、本当に最後まで出し切らない時に負けたということで、そういう不満は残るでしょうね、はい、まだまだやれたという、そんなゆとりが見られます大木金太郎選手。しかし鮮やかなネックブリーカードロップによりましてジャイアント馬場選手、大木金太郎選手の挑戦を退けました。まあ、しかしあの馬場選手ね、ああいう風なピンチになってからの強さというのはこれまでにも何回か見せてるんですが、はい、本当にねあの反撃に移ってからのスピードは速かったですね。そうですね、さすがにねあの馬場選手これ
今までにあの大物とのキャリアを積んでるだけに、ああいう土壇場での一発勝負ということになると実力を発揮しますね。やはり大勝負には強かったジャイアント馬場ということが言えましょうね。そうですね。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は蔵前国技館より全国31局を結んでお送りしております。